ちゃっ、こんにちは、ひらかさん。はい、あることに気づいたんですよ、私。なんだよ。あの、今シーズンセリーグの監督どこのポジション出身なのかなっていうのをちょっと調べたんですけど、ピッチャー出身の監督が4人。まあ、セリーグはな、セリーグは、うん、で野手が2人なんですよ、うん、で今度パリーグに置き換えると全く逆転していて、野手が4人のピッチャーが2人っていう、なんか面白い。まあ、これはあのたまたま感はあるけどな、はい、でも野村さんが生前よく言ってたのは、はい、ピッチャーの監督はダメだあれみたいな、野球知らねえとか言ってましたね。外野手は野村監督が言ってたんだよ。そうです、野村さんが、はい。まあ、亡くなった人の言葉だけど、はい、面白くないとか、外野手は野球知らないとか、はい、自分がキャッチャーだっただけにキャッチャーをフューチャーするんで、はい、まあ、キャッチャーがいい、キャッチャーがいいとか言って、うん、まあ、言ってたけど、はい、まあ、結果的に言えば、まあ、野手とか、まあ、もちろんキャッチャーも含めたね、野手の方が監督としては面白い野球をやる。面白い野球をやる、うん、名称とかそんなんじゃなくて、はい、面白い野球をやってくれる、うん、まあ、俺も野手だったからそうかもわからないけど、ピッチャーの監督っていうのは山のごとく動かないというか、風林火山みたいなさ。それはそれぞれ見てるポイントが違うってことなんですか？まあ、違うよね、はい、例えばこういうシーンだとっていう例を挙げるとすると、ピッチャー監督、いや、まあまあ、例えばさ、はい、同じバントするにしてもさ、はい、野手っていうのはバントやらしてスコアリングポジションに行った方が守りのプレッシャーがあるんだよ、うんうん、まあ、例えばこれ一本のヒットでどうのこうのとか、はい、あ、こいつはランナーセカンドの時はこっちに打ってくるとか、はい、まあ、いろんなことを考えながらやってるんだけど、ピッチャーはどういうことを考えるかというと、バントやってきた、うん、ね、あ、ワンアウトくれたみたいな、セカンド行くのはあんま関係ないんだよ。とにかく常に抑えなきゃいけないから、はい、だからそのぐらい思考がちょっと考えてることも全然変わってくるんだよね。だからピンチになった時も、そのベンチにいてピッチャー出身の監督と野手出身の監督だと目線の付けどころも作戦も変わってくるってことですか？全然違うんだよ、練習の時からそうだよね。え、ピッチャーは投内連携っていってバントの処理とか、はい、まあ、牽制だとか、うん、それをやったら走るかブルペン入って投げるか、はい、もうそのぐらいのことしかやってないんだよ、うん、エンドランがどうのこうのとかそういうこと全く外れちゃうんだよ。そうですよね。で、外野手の監督、うん、ある監督がいた時に、うん、外野手のね、投内連携やってる時に何やってるか分かるかって言ったら分からないって言ったんだよ。え、これから僕勉強ですみたいな、まあ、そういうふうな、いや、やっぱ外野手も投内連携とか入らないから初めて見るんだよ、わからない。監督になって初めてってことですよね。うん、そうそうそう、はい、だからどのタイミングがいいのかわからないって言うんだよね、うん、だからやっぱりそのポジションポジションでやっぱ思考が全然違うんだよ、はい、考えてることも、うん、野球の見方も違うし、うん、だから外野手がダメとかじゃなくて、うん、ピッチャーがダメとかじゃなくて、キャッチャーがいいとかそういうこと関係なく、ポジションによって思考が変わるから、同じ野球だけど考え方も違う野球になってしまう。俺がもう特に大丈夫かと思うのは、はい、まあ、セリーグの中で言えば原監督がトップの名将だよね、はい、それにこう続く監督っていうのはまだいない、うん、去年でもそうなんだけどさ、強い巨人があれだけ動いてるのに全く動かないとかね、弱いチームが、はい、同じバントやったら同じ戦法でいくとか、いわゆるその奇襲みたいなことがないっていう、ね、そうなんだですよね。だからそれじゃやっぱ強いチームは倒せないだろうって。昔はあったんですか、やっぱそういう奇襲。昔はあったよ。野村さんなんかは俺が打席に立って、はい、そのピッチャーとの相性が多分良かったんだと。宮本だったかな、アンダースローの。ああ、はい、宮本っていたんだよね、はい、でそれが相性が良くて、立ったらピッチャー交代っつってランバシっていう左のピッチャーが出てきて、はい、その宮本どうするのか、下げるのかなと思ったら、うん、ライトに持ってったの。守備につかしてライト下げて、はい、でゲッツーで終わったのその回、はい、そしたら次の回からまたピッチャー宮本に戻して。そんなシーン見たことないですよ。いや、だから強いチームも弱いチームも同じ野球じゃいつまでたっても強いチームが勝ってしまうっていうことなんだよ、はい、やっぱりね、勝負のね基本っていうのは、弱いチームっていうのはやっぱ奇襲、うん、まあ軌道とも言うんだよ。こういうものがないとやっぱ勝てないよ。今日は勝った、今日は負けたじゃなくて、なぜ勝てたのかっていうことが
相手のピッチャーがちょっと調子悪くてフォアボールくれて、ね、その時たまたま打ちましたみたいな、うん、勝ちました。これじゃやっぱね勝負としてはつまらないわけよ、はい、あそこの作戦この一球が決まったなっていうことじゃないとさ、うん、今はもう力勝負でさ、はい投げた打ったね取ったみたいな、あれエラーしたみたいな、うん、もうそんなんでさ勝敗がさ傾いたりだとか決まったりだとかするのはつまらないんだよね。昔の方がそういうその面白いいわゆるその野球の仕方って場面多かったの？いや多かったと思うよ、うん、まだ最近はさ SNS で叩かれるじゃん、まあ、例えばさ外野手を一人内野に持ってきて5人体制にしたみたいな、はいね、ありましたよね。いきなりちょっと戻したみたいな、はい、だけどまた 戻したらセンターオーバー打たれて、うん、ちゃんちゃんみたいな、もうそれで勝ったらうわーってなるんですけど、うん、でも負けたら SNS でどれだけ叩かれるか、それをやっぱ怖がるとやっぱ動きが取れなくなるよね、うん、そうですね。もうだってすぐそこその監督辞めた方がいいとか、そうだろ、すぐそこ何考えてんだって、はい、140何試合終わっての勝負じゃない、うん、はい、だからそこにやっぱりこう奇抜なことをやんなきゃいけないという、まあ、例えばさ、はい、オープナーなんか考えられなかったよ俺らの時代は、うん、毎イニングピッチャーを変えるなんて、はい、ふざけんなよみたいな、時間かかってしょうがねえじゃないかとか思ったけど先発いねえのかみたいな、うん、思ったけど、だけどそれがさアメリカで思い切ってやってそれが成功例として出てくると、うん、すぐ真似するじゃない。日本そうですね、うん、それ真似される前に何か奇抜なこと考えろって、うん、弱いチームは、うん、じゃないと発展性がないよ。確かにその強い、例えばね相撲の舞の海さんも、うん、ねあれだけ小さいからで、ね、まともに言っても無理だと思ったから猫だましとか、うん、そうそうそう、いろんなのあの手この手だったんですもんね。そうだそうだ、だから勝負って、はい、そこを見るのが面白いわけじゃない、はい、だからそういうことが見れないんだよ、ね、最近は。だから強いジャイアンツがそれをやってきたりしますよね。やるんだよ面白い、えこの攻撃っていう、普通さ、はい、ランナーセカンドいて、はい、2-3 になりました1・2塁で、はい、ね、で2アウトかな、うん、普通だったら1塁ランナーを返さないために外野手を下げるんだよ、はい、でもそれを前進させたんだよ、はい、もっと、うん、走ってもホームにさせるぐらい前に来いって、うん、だからこれがやっぱり作戦なんだよ。強いジャイアンツが取ってんのに他のチームが取れないっていうのは困るんだ。そうですね、しかもやっぱりそれって野手の監督だからそれってできるっていうこともあるんですか。やっぱりやっぱあるだろうな。ピッチャーの監督だとなかなか、いや、 やっぱりこう他のコーチがよっぽどしっかりしてて進言しないとさ、やっぱ分からないと思うポジションなんていうの、うんうん、だけど首切られたくないから言えないんだろう、はい、多分そういうのもあるんですね。いや、そういうのもあるよ、やっぱ生活かかってる監督コーチもですよね。そうそうそう、でもやっぱこう それだけの信頼関係を結んでる人たちだったら、うん、もっと前に来させましょうとかさ、はい、やっぱ奇抜なことはできるのかもわからないけど、うん、奇抜なことをやって、うん、ね、失敗したらコーチもこうお前何言ってたのみたいなことになっちゃうとさ、でも強いチームを倒すためにやってるわけでしょ、はい、優勝するためにやってるわけでしょ、うん、そうなってくるとやっぱそういう奇抜なことっていうのは絶対起きなきゃおかしいと思ってるんだよ俺は、はい、だって巨人を倒さなきゃいけない、うん、まあ、今年優勝候補になってくる阪神も倒さなきゃいけない、うん、そうなってくるとこのチーム2つのチームにはがっぷり四つだったらなかなか勝てないと思うじゃない、うん、そうなったら何か奇襲をかけるとかさ、そういうことをしていかないと上にはいけないかな。そうですね、それプラス野球のやっぱファンとしてもやっぱり同じ1チームだけが強くて他がっていう風になって、その野球全体の面白みとか何か発展性とかもなんか昔より薄れてきちゃうのかなっていう。いや、そうなんだよ、うん、ただチームを調整させて用意どんでプレーボールでやりました、うん、でピッチャーが調子良かった、勝ちました、うん、ピッチャーが調子が悪かった、負けましたじゃさ、はい、やっぱつまんないんだよ、うん、スポーツの定義ってやっぱ感動なんだよね、はい、だからその感動は時として奇襲で失敗するかもわからないけども、それが表に出た時はみんなが感動してくれるんだよ、うん、ね、弱いチームが強いチームに勝つ、はい、
それが一番の快感じゃない、はい、強いチームが当たり前に勝つっていうのは何の感動もないじゃない、うん、だから新しいヒーローを今年出すために、はい、もう奇抜奇抜でいってほしい。もうこうなったらこうなったら弱いチームはね、はい、うん、まあ、弱いチームって言ったら失礼だけど、はい、まあ自分たちが力がねこのチームより劣ってると思えば、うん、やっぱ何か手を打ってほしいよね。そうですね、そういうのを今年俺は期待をする。いや、一ファンとしてもそういう面白い野球のなんか試合が一つでも多くあることを願いますね。感動だよな、はい、感動驚きだったりとか、そうだね、はい、はいはい、お願いします。